日本の鳩山総理はですね、またね、すごいことをおっしゃってるんですよ。で、これぜひ皆さんに、情報共有したいと思います。ツイッター、ちょっと読んでみます。半沢直樹の新シリーズが始まった。珍しくこれは本当のこと言ってる。何も嘘は言ってませんよ。自分の出世が目的の金融世界のドロドロした現状は政治の世界も似たようなものだ。まあ、政治の世界と金融の世界が似てるのかどうか分かりませんが、ドロドロしてるって部分では似てるのかもしれません。政治家はさらにアメリカと仲良くする者が出世する仕組みとなっていることが、より複雑でこの国の将来を危うくしている。学者の世界の中で言えばですね、左翼と主張する者が、リベラルと主張する者が出世する仕組みとなっていることが、より複雑でこの国の将来を危うくしていると私は思ってるんですが、でね、その次なんですよ。まあ、ここまではね、まだアメリカとの関係で、この本人の恨み節なんでしょう、おそらくね。でも、半沢直樹の爪の垢を煎じて飲んでおけばよかったと反省しきりであると。あの、ドラマなんですけどと。一国の総理大臣がですよ、自分が、瞑想に次ぐ瞑想を繰り返したわけですよね。最低でも県外だというふうに、まずぶち上げたわけですね。で、沖縄の人たちも、あ、そうか、県外にこれ一説になるんだというふうに期待を持った。今度はですね、アメリカに行ったらどうしてくれるんだっていうふうに言われたら、トラストミーと、私を信用せいというふうに言って、で、副案があるとか言って、結局何もできないまま瞑想に次ぐ瞑想を繰り広げましたよね。アメリカのですね、新聞にルーピーって書かれた方が愚か者って意味ですけどね、こんなこと書かれる人はね、まあ、まずいないんじゃないかなと、他国の総理をですね、ルーピーっていうふうに書くなんて、これありえないことですけど、これやったわけですよね。こういう瞑想に次ぐ瞑想をね、した人が、半沢直樹のこれをね、見て、爪の垢を煎じて飲んでおけばこういうことしなかったって、そんなに政治って甘いもんじゃないだろうっていうふうに私は思うんですね。私はね、まあ、このドラマを見て楽しんでる方がいるっていうのは悪いことだと思いませんよ。いいと思いますよ。それは趣味の一つで。ただですね、政治家がこれを見てね、一国の総理としてのあり方を学ぼうと思いながら見てるとしたならばね、末期的な症状だと私は思いますね。ちょっと何とかしてくださいと。ちょっとバカなこと言ってないで、まともに本でも読んでくださいと。私がお勧めしたいのは、中国のリアリズムっていうものを学ぶんだったら、戦国策とですね、それから韓非子、それからヨーロッパので言えば、マキャベリの君主論とかですね、読むべきだというふうに思います。ディスコルシとかも読むべきだというふうに思いますけれども、まさかですね、この半沢直樹のドラマを見て、私がもしこれを見て爪の垢煎じてたら、こんなミスはしなかったっていうのはね、あまりにね、やっぱ国民を愚弄してると私は思います。